立浪監督がこの2選手が成長しないと中日は強くならないというふうに名指しした2人の選手についてご紹介していきます。解説の鈴木貴正さんが先日の試合の時にこの2人には成長してもらわないとドラゴンズは変われないと言った1人目の選手が石川昂弥選手です。一軍の4番バッターとしてチームの期待そしてファンの期待を背負っている選手です。2023年はここまで2割5分2塁打が3本ホームランが2本 OPS が 0.677 決して年齢的にも悪い成績ではないんですけれどもやっぱり4番ということを考えるとちょっと物足りないなという感じは否めないですよね。やっぱり4番打者としてバンテリンでも2割中盤ぐらいそしてホームラン20本っていうのは現時点でもなんとか石川選手であればっていうところを期待してしまう部分はあります。外国人選手が立て続けに活躍することができず現状ホームランを期待できる選手っていうのは石川選手ぐらいかなっていう感じになってしまっています。福留さんから狙い球をしっかりと定めてそれを決めて打っていってほしいというコメントがありましたけれども、まあ、そういった通りにバッティングを実践してホームランの確率っていうのを上げてほしいなというふうに思っております。続いて立浪監督は石川選手に厳しいコメントをしていると、こちらも見ていきます。立浪監督は5月10日の試合の後このようにコメントしています。まだまだ石川も4番を打っているが力不足なんで悔しさを持ってやっていってもらえればいい、取り返して本当のレギュラーになっていかないとというところはありますねというふうにコメントしているわけですね。立浪監督からすると石川選手はまだまだ本当の4番本当のレギュラーではないと、やっぱりポテンシャルであったり期待感からするともっともっと成績を上げてほしいなっていうのは立浪監督だけでなくファンからもすごく期待がかかっている部分です。現状石川選手が4番を打ってはいるんですけれどもチーム事情もあって4番を打っているような印象っていうのは正直ありますよね。石川選手が4番なら間違いないっていう感じではないですよね。なので今後は石川選手が4番を打っていれば勝てるんじゃないかというぐらいの選手にまで成長していってほしいですし、石川選手にはそういったポテンシャルがあると思います。そして立浪監督がもう一人中日が変わるためにキーマンとして挙げた選手を見ていきます。この選手の成長なしには中日は変われないと、2人目は鵜飼選手です。2軍で圧倒的な成績を残して1軍に昇格となりました。立浪監督は鵜飼選手はリーグでもトップクラスのパワーとスイングスピードものすごいとフリーバッティングの飛距離とかはとんでもないとそんな風に評価しています。まあ、ただ全体的に課題っていうのはやっぱり多い選手で一軍レベルへの対応っていうのも現状苦しんでいるような状態です。これまで守備、走塁、精神面、怪我の多さ、三振の多さ、直球への対応、特にインコース、配球の読み方などなど、これまで首脳陣の方々から山ほど課題を挙げられてきました。現状2軍ではもうやることはないという状態で、あとは1軍でどれだけ結果を残せるかと、もうここにかかっているような感じですね。立浪監督だけでなくファンの方々も大きく期待している選手で、なんとかこの1軍の壁を乗り越えてほしいなと思っております。以上です。